だ。ありがとう。あのね、私あなたにどうしても謝らなくちゃいけないの。覚えてる？去年の春、あなたの家に不思議な手紙が届いたでしょ？私なの。私ね、思い切ってあなたに会いに東京まで行ったんだ。でもやっぱり会えなかった。ごめんね、あなたを試すようなことして。でも私自分に自信がなくて、だからあなたに会えなかったの。本当にごめんね。ありがとう。優しいね。昔とちっとも変わってない。私ね、あなたが好きなの。ずっとずっと昔から優しいあなたが大好きだったの。でも今のあなたの方がもっと好き。昔とは比べ物にならないくらい。わかってる。私はただの幼なじみだって。で、私なんかよりもっと他にいっぱい可愛くて綺麗で色っぽい女の子もいるのに。嬉しい、大好き。でも私に笑顔で見送れる勇気をちょうだい。忘れないように。でもできるだけ早く帰ってきてね。おいしいお味噌汁作って待ってるから。この町から離れたくて、教えたくありません。あなたに来られたら困るから。思い出しちゃうの、昔のこと、あの人のこと。あなたが私におせっかいを焼くたび、いつもこの町で暮らすのは
もう辛くなったの？うん。もう会わないから。こんにちは。うん、図書館に。これから勉強しようと思って。うん、いろいろあったけど、やっぱりこの道が一番だと思うの。でもこうやっていられるのはみんなのおかげ。私一人だったらきっと。もちろんあなたもいろいろ心配してくれてありがとう。もしよかったらこれからもずっと友達でいてくれる？うん、頑張るから。それで一つお願いがあるの。カメラマンさん、これでいい？こう？昔の思い出かな。そろそろ来るかなって思ってたの。うん。おはようございます。姉さんたらさ、朝の5時から起きてお弁当作ってたんだよ。あ、こら、余計なこと言わないの。もうほら、早く行きましょう。姉さん、すっかり明るくなった。ありがとう。ほら、何してるの？うん、行ってらっしゃい。ねえ、波が気持ちいいよ。あなたもこっちに来たら？もう、写真ばかり撮ってないで、ちょっとは遊びましょうよ。本当に写真好きなんだから。私と写真、どっちが好きなの？あ、今の子、撮ったの？撮るなら美人に撮ってよね。
丈夫？もう、心配させないでよね。もう、本当に。これ、彼からもらった手紙なの。時々懐かしくなって読んでみたりするの。今でも涙が出てくるけど、でも前みたいに辛い涙じゃないの。なに、話って。一つだけわがままを言わせて。私の前では不死身のスーパーマンでいてね。